11月27日、秋晴れの日。まず、古賀政男、古賀メロディーをいきます。古賀政男といえば、昭和初期の歌謡界を風靡した二大巨頭に、古賀政男、中山新平、二人がいます。まず、古賀メロディーからいきます。まあ、古賀メロディーといえば、何と言っても、家業したいで。もうギターを習った人は必ず応用編に鍵をしたいという練習します。その鍵をしたいという古賀政男作詞作曲。あーもろしの影をしたいて雨に日に娘の我が思い包めば燃えぬ夢の日に見憧れつつ忍び泣き寂しさよせめて人よの慰めにギターを取りてつまみけばどこまで死ぬね行く秋をこれもの寂しいには悲しい君ゆえに長き人よ霜枯れて永遠に春にぬ我が定め長なおべきか移せにも儚き影よ我が恋よ。古賀政男を褒める鍵をしたいという。